T シャルでございます。ゆずちゃんが亡くなってから数日が経ちました。この動画はですね、皆様方のお礼と今後の動画についてと、ゆずちゃんに最後のお願いをね、申し上げたいと思います。その動画でございます。まずはね、皆様方にお礼をさせていただきたいと思います。皆さんね、本当にゆずちゃんをねご覧いただきましてありがとうございました。前回の動画でも言いましたけども、もうゆずちゃんのね元気な姿をお見せすることはできなくなりました。でコメントメールですね、たくさんいただきました。ありがとうございます。すべて、いついつ目を通させていただきました。内容ですね、見させていただきまして、もうどれもこれもねずっと前からご覧いただいたものばかりで、ゆずちゃんがどうした明日こうしたっていうのをね、記憶していただいて、それを言っていただいて、ご冥福祈っていただけるということで、たくさんの言葉いただきました。コメントに関しては80件、メールに関しては152件いただきました。本当にね、ゆずちゃんってたくさんの方に、ご覧いただいていたんだなと思います。ありがとうございました。で、私の方もですね、心が悲しみから徐々に晴れてきてはいります。喪失感はやはり今でも大きいんですけど、後悔がやはりないもんですから、冷静に考えてもないもんですから、回復がやはりちょっと早いのかなと思ってます。ゆずちゃんに対してね、毎日のように顔色を伺ったりとか、顔の健康状態、うんちおしっこの匂いや形色とかも常に毎日気にしてましたし、散歩の関係もそうですし、しつけや遊ぶところ、甘やかすところとかもね、日々提供してあげれたので、後悔はやはりないですね。ああしておけばよかった、こうしておけばよかったとか、何が悪いとかっていうのはありません。最後の日もですね、残りのケーキをむしゃ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 元気よく食べてましたし、吠えてましたし、走ってましたのでね、非常に元気よかったですし、最後、こうやってね膝の上に抱っこすると、知ってる方はいるね、分かってると思いますけれども、ゆずちゃんっていうのはですね、膝の上に乗ると骨抜きになってね、こうぐにゃーってなる子だったんですね。最後の日もあれやれて忘れずにやってあげてよかったなと思ってます。亡くなり方もね、最善手ではないんですけども、苦しまずにいけたんじゃないかなと思ってます。世の中にはね、亡くなる直前まで、手足は動かない、寝たっきりの状態、ご飯は食べれない、自力でうんちやおしっこを出せないワンちゃんというのはたくさんいます。その中でもゆずちゃんというのは自由に動けた状態でいけたんですから、非常にね、ラッキーな子だったんじゃないかなと思ってます。で、前々からね話はさせてもらってたんですけど、引っ越しのお話とも進んでますので、この動画を、最後にこの家での撮影は終了とさせていただきます。ゆずちゃんと一緒にね、育った、家ですけれど、完全にお別れをさせてもらって、
次新しい家で心機一転して、ゆずちゃんの死を乗り越えてみんなで頑張っていきたいと思ってます。あ、この子たちにですね含めて頑張っていきたいと思います。いろいろ、まあ、あの準備と必要と、あと私ですね、まだ心の回復っていうのもそんなに早い、まあ一応悲しみは晴れてきてはおりますけど、まだまだ回復には少し時間はかかりますので、来月まではこの動画、まあ、このチャンネルちょっとお休みをねさせてもらおうかなと思います。来月になりましたら新しい家でね撮影を開始させてもらいます。最後に、まあ、私からね、ゆずちゃんへの お願いさせていただきます。これが最後の正真正銘最後のゆずちゃんに対してのお願いです。ゆずちゃんに対してはね、愛情、信頼、情熱、知識、技術、私の全てをね、提供させていただいた、そんな私の最後のお願い、ももちゃんはまだ連れていくんじゃない。これが私の最後のお願いです。ゆずちゃんはね、非常にももちゃんのことが好きで、ワンちゃんの中で唯一立てることをしたのがももちゃんです。ゆずちゃんはももちゃんのことがね、やはり大好きだったので、悪知恵が働くとももちゃんもね年齢ですから連れていくんじゃないかなっていうふうにちょっと怪しんでます。だからゆずちゃん、私の最後のお願いです。ももちゃんは連れていくんじゃない。まだあなたはそこで待ってなさい。待つのは誰よりもね得意なあなたですから。とても綺麗ですし、そこであなたは待ってなさい。ももちゃんは寿命を全うします。だからそれまでは連れていくんじゃない。これが私の最後のゆずちゃんへのお願いでございます。それまではゆずちゃん、そこでお座り。